おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生のぞいです。はい、2年目に入りました。ありがとうございます。はいで早速今日はですねこのマッまたマックィンかよと思われるかもしれませんが、あ、マックインのお腹のライトとかですね。をやってなかったのと。まあ、あの最近はまあ、まあ、プログラム。これを見てください。っていうのが多かったので。 ちょっと、こう、マクインを一から使うイメージで、今日はちょっと解説をしてですね、バージョン2になったので、ちょっとバージョン1しかお持ちにない人はちょっと,ちょっとあの申し訳ないんですけど、ぜひバージョン2買ってください。バージョン2のこう拍,拍手をすると、この,あの音センサーですね、マイク、まあ、マイクって言うとちょっと語弊があるのかもしれませんが、音センサーでですね、かしわでというか、拍手を、クラップですね、手を叩いた音を、 と拾って、えーまあ、アクションするっていう風に、マクインをこのシリーズでは使っていきたいと思います。いくつのエピソードで完結するか分かりませんけど、まあ、今日からちょっと仕切り直して、まああの、新しいシリーズということで始めたいと思います。はい、じゃあ画面を切り替えます。と画面は、ブラウザーは Chrome というのを使います。で、Chrome のですね、新しい 画面を開いてですね、ここに、と、半角英数字で、マイクロをビット .org と、打ったことあるので、私の画面いろいろチラチラ出てきますが、初めてだったら何も出てこないかなんか関連するのが出てくると思いますが、まあ、こう打ってですね、 でも直接行ってください。検索サイトとかで探すとですね、マイクロビットの教材の紹介とか、そういうページが出てきてど、どれなんだろうって迷うので、ここに行ってください。で、まあ、英語で出てるんですが、まあ、日本語に切り替える、まあ、こういうメニュー出てる人は、ここを日本語にすると日本語になって、英語にすれば英語に戻るっていうふうになるんですが、あのまあ、出てるか出てないかちょっと微妙なので、このまま行こうと思います。日本語だったら、 コーディングしまししままょうになってますし英語だったらレッツコードということなので、レッツコードをクリックして、このメイクコードエディター、これですね、これに行ってください。これ出す方法、ここにちょっと見にくくて映ってるかどうかあれなんですけど、ここをクリックすると、ですねこのメニューがいつも出てきます。メイクコードエディターと、エディターが日本語というか、カタカナになるだけですね。これを押してですね、ブロックプログラムに入っていきます。 初めての人はここ何もないと思うんですが、なんかいろいろ作ったことある人はこう出てきて、まあ、クラップ、拍手のやつとかもあるんですが、まあ、今日は一から作るということで、名前をつけないといけません。と、マック・イーンにしますか。マック・イーンと拍手シリーズにしたいと思うので、クラップにしときましょう。まず、マック・イーンと手をたたくという風なシリーズにしておきたいと思います。 でまずさっきに見ておきましょうか。手をたたくっていうのはここにあって、で、音がしたときっていうブロックです。これを使います。で、音のレベルは静かな音とか大きな音とかいうのがあるので、とりあえず大きな音というふうにしておいて、このブロックを出しておきます。で、これを出すとですね、ここの絵があのバージョン2になります。バージョン2しかこれ使えないので。 これを入れると、確かこれがノーマルなというか、あ古いというかあ、オールドバージョンの、クラシックバージョンだ。かっこよく言えばそうかもしれませんが、あ,ーあのバージョンになります。で、これの音がした時ときっていうことで、ここにマイクロビットバージョン2と、この仕切りがある、ここのブロックは新しいマイクロビットでないと使えません。で、これを出すとですね、ちゃんとかっこよくバージョン2に、ここのシミュレーターと呼ばれるエリアですけど、 ここもちゃんとこのきっかけが出てバージョン2とかで,でマイクの絵が出てきてでこの値はシミュレーターはこれで変えれるんですけどまあ0から255とで大きな音は255で変わりますよということになりますでこの大きな音の式位が式位っていうかあの部屋の式ってありますよねあれのことですここを超えるとあの高い大きな音ですよと 今ちょうどこの128この真ん中が大きな音か大きくない音かの,あの境目になっています。だこれをなんか反応が良すぎるようだったらこの団体ったをどんどん大きくしていってより大きな音でないとその敷居をまたがないというか部屋に入らないというか入りにならないというふうにしてもらったらいいと思います。ででこれでで肝心のこの マークイーンですねこのマックイーンを使うブロックを出すのが初めての方はちょっとあのどうするんだろうっていう感じかもしれません。この高度なブロックっていうのの一番い,ちいきなり開いて一番下まで行ってください。拡張機能ということで,で。するとこういうブロックが出てくると思います。この2つはね、ちょっと私があの作ったので、とも同意とかになってますよね、えー。皆さんにはないと思うんですけど、ここにマックイーンと入れます。 まあ、こ,これぐらい、4つぐらいでいいと思います。完全に打たなくてもいいので、マックと入れると、マックイーン2つ出てきて、こっちが高い方ですね。これ私持ってません。とこっちの,あの安い方、3500円ぐらいだと思うんですけど、これをクリックしてもらうと、マックイーンに必要なブロックが出てきます。で、まあ、前回のシリーズでやった、その IR のレシーバーですね。IR っていうのは、 ちょっと英語忘れちゃいました。勉強したんですけど。とまあ、赤外線っていう意味ですけども、まあ、それを受けたときということで、とあるんですが、こちらにもあります。IR を受けたとき。前回ここをやりましてね。で、まあ、このバージョン2より上の、ここですね。ここの、 ブロックでモーターを止めたり回したりということができるようになります。これでプログラムが組めるんですね。で、大きな音がしたときに変数を作ってですね、音ですからサウンドとしていきましょうか。漢字も使えますけどと、これを0にしておきます。初期設定で最初だけのブロックに0と入れます。で、大きな音がしたとき、 大きな音がした時にとサウンドを1だけ増やしましょう。で増やしていくとどんどん増えちゃうのでこれに制限をかけてとこの if 分というやつを使います。でこ,こいつを使いましょう。これで,でどんな if 分にするかっていうと これを入れて音が大きくこの音が1ずつ増えていって大きくなりすぎたらダメなんですよね。だから0か1か2三パターンロか一か二の3パターンなんで音が2より大きくなったら。 音が2より大きくなったら、音は0にしたいと思います。音は0にすると。でなければそのままでいいので、ここはいらないですね。やっぱり消しましょう。でこういうふうにしておきます。もし、音が3、2の時は、そのままです。 で、3になったら0になるようにします。2の時、もってなる時は、ここにイコールがついた、ね、符号と不等号と、うん、あって、この大きいやつですね。これにしておきましょう。これで大きな音が鳴ると、0だったら1にして、1だったらこの中に入らないですから、1だったら2の方が大きいので、スルーしてきますと。で、あとはずっとっていう方で、 今度はこれがあった方がいいでしょうね。で、えー、論理、取り出すことにしましょう。で、まず、音が0だったらということですね。音が0だったら、まあ、素直に止まりますか。マークイーンの、止まる。また10分超えすっちゃいそうですね。止まると。で、出なければ、今度は、1の可能性と2の可能性があるので、 1>, 1の場合を書きましょうか。1の可能性が、1のときは、サウンドが、1のときは、左が、これ LED つけちゃいましたね。モーターです。 モーターを回しましょう。モーターを、すべてのモーターを前に、これ、最大255ですから、200ぐらいにしときますか。前回はここ変数にしたんですけど、ここちょっと200ぐらいに、今回は固定にしておきましょう。で、これですべてのモーターが前に回って、そうじゃなかったら、 ちょっとこれをコピーさせて使わせてください。今度はバックにしましょう。はい、こうなります。はい、これでプログラム出来上がりです。ちゃんと動くんでしょうかはい、どういうプログラ,プログラムになっているか分かりますか音がしたときにこれが回って、そのサウンドの値に合わせて止めたり、前に行ったり、後ろに行ったりというプログラ,ログラムになります。はい。 はい今日はプログラムを作りましたと。これで書き込んで動かして遊び出すとまた15分ぐらいになるのでこれぐらいでいいかなと思って、えー、書き込んで動かすのは明日しましょう。で別に明日 <laughs> 待っていただく必要はないので、まあ、も,もし一緒にやってもらえてる方がいればですねもう早速書き込んで動かしてみてください。でまあ同じような要領でですねこれを今012のパターンですけど345で1000回入れたりとか。 いろんなこともできると思うので、えー、ま旋、あ、回のプログラムとかにいい改造してもらってもいいかもしれませんね。でまあプログラムの授業をされている先生方なんかは、まあ、これぐらいまで教えてあとはですねあんまり教えすぎない方がいいのかもしれません。とこれで旋回に変えてごらんとか今まで知ってる知識を使ったりとかあるいは今ちらっと出てきて消しましたけどここの 心のライトをつけるるブロックとかもあるんですよねこういうのは教えなくても多分あの気づきのいい子どもたちだったらこれだったらこうなるんじゃないかって思うと思うんでそれを止めないでやらせてあげるのもポイントだと思うんですよね。私も出前授業でコンピューターの授業したことあるんですけど結構子どもたちが暴走するので。 そういう30人40人の子どもが暴走した中で先生方がうまくこう教えれるかっていうのが非常に難しいと思うんですよね。でならではの手前味噌なんですけどもそういう時に私のこういう動画をうまく活用してもらったり、まあ、先生方ご自身が動画を撮ってですね子どもたち見れるようにしておけば。 いきなり分身の術が使えるんですよね。<laughs> 子供たち見たい見たてはこれ見て勉強しなさいって言って、分からないとこだけ聞いてねとか、あるいはね、もっといいのは、あの分かってる子供は子供たちでねあの、お友達、分からないこと、お友達に教えてあげてっていうのは、これ、これ教育の中で一番いいんですよね。かかっている子が分からないこと 子どもに教えてあげることによって自分自身もよく分かるし分からない子どもも先生からの上から目線で教えられるよりもいつも一緒に遊んでる友達に教えてもらって分かった分かったみたいなのがいいと思うので、はい、なんか今日はいらないことをしゃべりましたけども。ということで、えーまあ、今日この幕井のプログラム動きそうな。 ところままで作りましたこれ動かしてみて動かないかもしれませんけど <laughs> 動かないときは皆さんで間違いを見つけてもらって修正してください。はい、今日はあ手を叩けば動くだろうのプログラムを作りました、はい。今日もご清聴ありがとうございました。このチャンネルではこの小型のマイコンマイクロビットの説明動画を毎朝朝6時にアップロードしています。もしよかったらですね、ぜひチャンネル登録していただいて毎朝お付き合いいただければと思います。今日もご清聴ありがとうございました。